金書は、宝屋アリカと、片倉ミキやによる日本の音楽ユニットありプロジェクトの、通算10枚目のオリジナルアルバム。2008年8月27日に、特馬ジャパンコミュニケーションズから発売された。オリジナルアルバムとしての前作、サイケデリック・インサニティから、およそ1年ぶりのリリース。ボーナストラック扱いである、月夜のピエレットを除くと、 収録曲数や最終トラックがインストゥルメンタルである、点が前作や前々作と共通である。ジャケットでは様々な本が収められた本棚を前に宝屋が映っており、今回はメガネにミニスカートのいでたち。その演奏や歌唱ゆえか歌詞カードにはノイズと思える音は効果として挿入していることについての注意書きがある。なお、 アリプロジェクトの2008年のツアーの名称は、金書発金である。私こそが、あなたの描いた、妄想源など捨ててこよここは禁断ビブリオテック、神風、4時38分目白く前儀、4時41分、ヘテロ失楽園、4時48分眠れる氷、4時22分、地の断章、4時24分金書、4時36分、雪か残悔真珠。 4時16分後。小崎社への食材のためのソナタ、4時38分、ソナタ・オブ・エンバーグランス、3時46分月夜のピエレット、4時27分、ボーナストラック、福岡会場で会場を待つファンアリプロジェクトの2008年のツアー、金書発金は、2008年9月下旬から10月上旬にかけて、日本国内の4カ所で開催された。パンフレットには、 近書の解説が掲載されており、演奏曲も近書収録曲が中心となった。リストは日時、地名、会場の順。NHK ホールの模様はライブ DVD 近書発金ライブ NHK ホール2008.103に収録された。ありがとうございます。